ファジアーノ岡山の選手23人が岡山市の平島小学校を訪れました。まず1年から3年の児童およそ120人の前で仲間選手らがリフティングなどでプロの技を披露しました。そして選手と児童ら全員を交えて鬼ごっこやサッカーをして楽しみました。平島小学校は7月の豪雨で教室や体育館などが浸水し、全校児童の8割ほどの自宅も浸水被害に遭いました。サッカーしたところが楽しかった。かっこいいからそういうようにまたなりたいです。子どもたちが笑顔なら大人もみんな笑顔になると思うし、はい、僕らもパワーをもらえるし、岡山全体にとっていいことだと思いますので、はい、少しでも力になれたらなと思いますね。ファジアーノは今後倉敷市真備町の小学校なども訪問する予定です。